はい、ではポケモンの続きやっていこうと思います。さてさてさて、今回は、あ、ごめん、間違った。あ、ちゃうねん。ごめんなさい。花々リゾートっていうところですね、行こうと思うんですけれども、おそらく、通れなかったところですね。この艦隊シティ、右側の、一番端っこね。こっちの下の方だね。うん、そう。で、目的地のフラグが立っているので行こうと思うんですけども、花々リゾート、おお、あたい人生の楽しい探しをしているの。もうちょい島巡りをしたら何か見つかるかもね。島巡り1周目とか2周目とかありそうですよね。なんかアイテムないかな。なさそうだな。お、ペリッパー。あー、ペリッパー飛んでる。ペリッパーの口の中に入ってみて、運ばれた食べられちゃいそう。アローラはね、いろんな人がやってきたから、いろんな様式の建物があって面白いよ。確かにね。うん、めっちゃ高級感あふれますけれども。ふんふん、ベルボーイさん、なんか入ってみましょう。わあ、すごい、太陽と月の愛を。ああ、月の愛を、私も月の愛をあげよう皆さんにってねアローラ私の生まれた土地、アローラ私の生まれた家、ようこそ、あなたもくつろいでありがとうございます。ああ、そうそう、いたそう、この人に会いに来たんですよね。お待ちしておりました。いやいやいや、これは失礼、挨拶が遅れました。私ザオボーと言います。以前あなたに素晴らしいものをお見せすると言いましたよね。その素晴らしいものとは、エーテルパラダイス。エーテルパラダイスとアローラの海に浮かぶポケモンの楽園、ポケモン保護するための人工の島。私が約束を守る大人だと証明するためにエーテルパラダイスに来ますよね。ま、新しいところは興味がありますね。お乗りください。エーテルパラダイスはすごいですよ。待って、俺も連れてって。あら、島クイーンのライチさんまでお見送りとは。島巡りをするトレーナーは島クイーンにとって可愛い子供みたいな存在だからね。結婚したことないけどさ。いいかい、二人とも。競う相手は自分自身、共に歩むのはポケモンだよ。博士は？僕に会えるべきことがたくさんあるからね。僕の代わりにすごいと言われる財団のテクノロジーを見てきてよ。そうだな、今度は次の島、ウラウラ島のマリエ庭園で会おうぜ。うん、さよなら、カラ島。なんかあればまた戻ってくればいいだけだもんね。それではしばしの間、船旅をお楽しみください。連絡船ですけどね。なんかザオボーさんも、お兄さんなのかおじさんなのか、おじさんか。まあいいか。おお、やばい、こういう船はね、酔うぞ、私。でかい船の塊が浮いてるのってすごいな。ポケモンが支えてるからってもん知ってた？そうなの？いたら面白いよね。あ、エーテルパラダイスすごく楽しみ。さあ、行きますわよ。てててんてんてん。はい、エーテルパラダイス。エーテルパラダイス行ってから、ウラウラ島だっけ、次のところ行くようですね。あ、もう着いた、早っ。おー、エーテル財団の島だ。ふんふん、大きい組織なんですね。さあさあ、お二人様、エーテルパラダイスでございます。ふんふん、おう、ウソッキーとヤングーズ、かっこいいな。何あのエレベーター、三角形っていうのもすごいな。エーテルパラダイスはポケモン保護するため最新の技術をつぎ込んでおるわけなのです。地下ではポケモン保護のために新しいモンスターボールを開発していたりもします。もっともエーテルパラダイスではモンスターボールは使えませんがね、ボールの機能を封じる妨害電波を出しておりますよ。ほうほう、なるほど、保護したポケモンゲットできないようにって意味かな。うん、あなたはザーボーさん。ちょっと、私のことは名前ではなく肩書きでお呼びなさい。すごさを伝えてほしいのです。はい、支部長。私はアーカラ島でのポケモン保護について代表にアピールしてきます。
その子たちを案内する代表のもとにお連れしなさい。アピールね。出世のためですもんね。もうこの年になったらね。ふう。あら。ようこそムーンサンハーさん。私はビッケです。アローラで挨拶するか。アローラ。で、なんでなんで俺たちのこと知ってるの？ええ、アークラデーのこと職員に教わりました。ハーさんもポケモン保護のお手伝いをなされたとか、ありがとうございます。それでは上のエントランスに参りますね。はい。かっこいいなぁ。このエレベーターマジで。ポチッとな。ふんふん。またあのゴリラがいる。ゴリラが、こちらエントランスです。この先にある受付でポケモンを元気にできますよ。あー、ピカがいる。ピカチュー。ムーンさん、ハウさん、島巡りで試練をこなしチャンピオンを目指すということは、二人は11歳なんですね。そうです。あ、11歳なの。11歳に見えないよ。11歳になると望めば島巡りに挑めるんだ。いつか本気のおじいちゃん倒したいけど強すぎるからな。そうですよね。皆さんぐらいになれば自分の考えで行動しますよね。何といってもトレーナーはポケモンの親ですものね。ムーンさん、ハーさん、上の保護区に参りますね。ポチッとな。ふんふん。11歳なの？見えないんだけど。ほんとショックだわ、いろいろ。マジか。普通になんか16歳とかでも通じるよね、この子たちね。エーテルパラダイスではポケモン保護のためモンスターボールの使用を禁止しております。ホコク！ここではスカルダンに襲われたポケモンをかくまったり、守るべきポケモン、例えばサニーゴですね、ドヒドイデというポケモンに襲われて大変なのです。私のポケモン図鑑を読みますね。サニーゴ。あ、ドヒドイデ、12本の足で海底を這う。ドヒドイデの這った後にはサニーゴのカスが散らばってる。食べられちゃうってこと？うわー、マジか。自然には厳しい一面もあるってじいちゃん言ってたしな。そうね、弱肉強食だよね。でもさ、エーテル財団で全てのポケモン守れるの？自然のバランスもありますし、人がどこまで関わるのか難しい問題ではありますね。エーテル財団すごい。でね、思ったんだけど、どうしてアローラ地方に来たの？さあ、代表は何をお考えなのか分かりにくい方ですから。代表のルザミーネでしたら保護区にいらっしゃいますから、ぜひお会いになってください。お、代表さんは保護区にいるんだ。わーい、動ける。ふん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 。はーい。ウソキは木の真似をして自分を守っているポケモン。もっとアローラっぽい木の真似をしなくていいのかな。めっちゃバレるけどね、真似してるって言ってるけど。かわいいな。代表さん適当に来ちゃったけど、よいしょ。リージョンフォームは難しく考えていますが、南国に行けば誰だって日焼けするようなものかしら。なるほど。あ、ベトベターたちかな。アローラの姿。あ、ここ。おお、愛おしいポケモンたち、私が守ってあげます。深い深い愛で。女性の方なの、代表さん。なんかすごい髪の量だけど。おや、あ、なんかリーちゃんにちょっと似てたりしない？ムーンさんにハウくんね。エーテル財団の島、エーテルパラダイスへようこそ。私、代表のルザミーネ、お会いできて嬉しいの。あなたたちのように島巡りでポケモンと知り合う人もいれば、身勝手な理由でポケモンを傷つけたりお金儲けする残念な人たちもいる。ですから、私がかわいそうなポケモンたちの母となり愛情を注ぎ込むのです。深い深い絵でね。アローラから遠く離れた世界にいるポケモンさえも私が愛してあげるの。ルザミーネさん、若いのにすごいな。もうハウくんたら、私40歳を超えてるの。嘘だろ。美魔女。へえ。見えないよね。
やっぱりそれにしてもあなたのファッションちょっと地味じゃないかしら。今度あなたたちにぴったりの服を選んであげる。ルザミーネさんみたいなのリリエにしか似合わないよ。そうそう、あやばい、これやばいな、リリエって言葉。あでも安心なさい、すべて私に任せればいいの。子供は大人の言う通り、それが幸せの近道です。あなんだなんだなんだ、あお母さんかな、もしかしたらリリエちゃんもね。今の揺れ近くからでしょうか。主人公今回さ、なんか心なしかね、なんか表情があるような感じしていいよね今回。わあなんだ、リーリエか。いやリーリエがポケモンになったらこうなるみたいな。わあ、でも時空に穴が開いてますね。あの奥様が言ってたやつかな、もしかしたら。あなたが別世界の。てるらめー、うざみーねさん、サガローなんか普通じゃないよ。かわいそうに。見たことないポケモンと戦うのとか。戦うことになるのかな。ちょセーブしちゃいましょうか。よし、あいつの相手頼める。あルザミネ様回る。あいいいい男だな君、11歳なのに。ハウくんね、あのポケモンなんだろう。あちょ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 、あそうだ、ちょっとポケモン入れ替えますか。ナメロウでいくかな。よし行きましょう。どうも、ケヨヨバー。あやっぱバトルになるんだ。ゲットはできないよね。そうなんかクラゲのような、なんかリーリーちゃんとクラゲが合成したようなこんな感じがしますけど。うおー、え防御がぐんと上がった、マジか。じゃ格闘の攻撃とか全然効かないかもしれない。あ一応捕まえられるんでしょうかね。ベノムショック、わお、毒。よし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 、もうレベル27って高いね。いけ、オッケー、ちょ一回回復やな。ほい、また薬買わないとだ。ベノムショックたくさんしてくるね。あでもあと2回で倒れそうだな。あそっか、しっぺ返し使えばよかったな。うー怖え。あよしナイス、急所来た。よしさあさあちょっとお手入れしますね。はい、ではでは。うん、あ戻った、どこかに消えてった。やはりあの子が必要ね、連れ去られたあの子が。あルザミーネさん何、え悪い顔してる。え今のはきっとウルトラビースト、ウルトラホールと言われる定かでない次元の生き物、ミシアンの場所に来て苦しんで、そう見えたわ。そう、私が助けて深く深く愛してあげないと。なんか悪い顔しとるで。え？お二人とも感謝いたしますわ。エーテルサイダーもちょっと怪しいな。どうなんだろう。え、でもビッケちゃんみたいな子もいるからな。ビッケ、お二人は島巡りの途中でしたよね。次の島までお送りしなさい。あ、はい。私は保護している愛しいポケモンたちがみんな無事なのか見ます。あと地下で何があったのかザオボーにも聞かないとね。それと私のエーテル財団でウルトラビーストも保護できるよう準備を進めないといけません。では裏島にお送りいたしますね。お願いします。うーんちょっと怖いな、ちょっと
ねえ、ルザミーネさん綺麗だけど何を考えてるのかよくわかんない人だったね。まさかウルトラホールを見るなんて思わなかった。今度バネット博士に教えてあげようと。アクシデントと言っていいのか言葉に迷うところですが、そう言ってもらえてよかったです。お二人との出会いを感謝して記念にこれをお持ちください。モラサダとわざましいんですが。あ、モラサダくれるんだ、ありがとう。わあ、大きいモラサダいただき。こういうのみんなで食べれば美味しくなるのって不思議だね。はい、そうですね。食事は家族みんなで食べるのが一番ですよね。ではムーンさんには、え、嘘、え、ここで最近のわざましもらえるの、マジか、早っ。早くない？でわざまし29ってね、ナンバリング相変わらずだね。あなたたちの島巡りが素敵なものでありますように。うん、ビッケさんありがとう。ふむ、はあ、ドキドキしてるよ。ふんふん、ウルトラホールとかビーストって本当なんだ。あ、この二人癒せるような、世界広すぎきっと。次の島もワクワクドキドキでいっぱいだね。うん、これ腹ごしらえをしておかないとだね。あ、マサ食べちゃう、あ、美味しそう。ねえねえ、マラサダ食べる？美味しくて全部食べちゃった。なんかドーナツ食べたくなってきた。さて次ですね、次の島、4つ目、浦浦島。はい、に上陸して、確か博士とね、どっかの庭園で待ち合わせをしてるんですよね。まずはそこを目指す感じかな。お、なんか五重の塔みたいなのがある。ふんふん。お、ちょっとなんか和な感じかな。あ、またブティックがあるぞ。あら、ヨット、わーい、上陸。浦浦島ってまた雰囲気が違うね。ねえねえムーン、ポケモン勝負しようよ。え、いいよ。ポケモンたち新しい空気吸わせたいもんね。ほら、お互いのポケモン元気にするからね。おお、ガチでバトルや。さあ、ハウくんとバトルですね。お、お、ライチュウになってる。進化されたか。おお、来たー、かわいい。おお、かわいい。あれ、アローラライチュウだよね。アローラの姿だよね、この子ね。そうだよね。しっぺ返しやった方がいいかな。あ、よしよし。あ、早速覚えてやがるぞ、最近ね。あ、やばい、やべやべやべ。よしよしよし、しっぺ返しで持っていく。ナイス。よし、あ、よかった。いいタイムがレベル上がった。ちょっと入れ替えましょうか。あ、カラスミ早いな、やっぱ。あ、リーフィアか。リーフィアだったら、銀なんだな。よし、行こう。よかっただな。おい、ブイズ入れたか。で、リーフィアにしたか。 OK 砂肝もね、一応ね、まだパーティーに入れてるんですけどね。あ、ニャヒート、ちょっとここの島でも一匹仲間に迎えたいですね。何かいいポケモンがいれば。行くぞ。お、こっちの方が早い。お、炎の牙、どんぐらい持ってかれるかな。あ、全然大丈夫だね。よし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 。じゃあ、エアカッターでそのまま。あー、強い、強くなったなー、銀のも。ナイスです。うん、いい戦いだった。
行き詰まる勝負で新しい空気吸えなかったよ。博士に会うんだよね、確かマリエ庭園だっけ。なんでマリエ庭園なんだろう。お前行けばわかるさ。だよね。うん、うらうら島到着。新しい島図鑑追加だろ。どんなポケモンと出会えるか運にかかっているろ。オッケー、じゃあちょっとレポートしちゃおう。レポートレポート。うん、さあ行きますか。お、早速ポケセンがある。よいしょ。まだまだ時間あるからね、やりましょう。なんかカフェのラインナップもなんかすごいなんか和風な街だからお茶とかあるのかな。ちょっとカフェ見てみるか。よいしょ。はい、ミックスオーレ。あ、おミックスオーレがある。まあいいか、とりあえずは。いや、スルーで。さあそのまま行こうかな。んで、こっちのようですね。マリエ庭園いたら庭園がおすすめなんだって。うん、マリエ庭園。あ、広いな。わあ、いいね、日本って感じ。あのね、マリエ庭園にはお茶屋があるんだって。俺かけ橋から探すから周りから探してみてみて。お茶屋さん。なるほど。え、ロト、博士はどこだろう。どこだろう。あ、ここ普通にトレーナーいるんや。ほほ、じゃあ第一トレーナーですね。新しい浦々島に到着しての第一トレーナーは幼女です。あ、かわいい、ほのかちゃん。ほのかちゃん、ラブライブを思い出すあ、ピーちゃん。あ、初めて。あ、かわいい、ピーちゃん。なんかトレーナーなんか複数いるみたいなのでね、カットしていこうかな。いけ。あ、そっか、ピーちゃんフェアリー入ってるか。そっか、2倍じゃないのか。オッケー。お茶屋さんここだね。ありました、博士いる。あ、ククイ博士。おう、なんだよ君たち、いい顔してるな。すごいことでもあったのかい。すごかったです。あのね博士、あのね、ウルトラホールが開いたよ。で、ウルトラビーストが本当にいたんだよ。バンネット博士教えてあげて。すごいね、ウルトラホールにウルトラビーストだって。よし、それじゃあなおのこと島巡りで鍛えておかないとね。いつかウルトラホールの先に行けるようになるかもしれないしね。よし、次の試練はホクラニ崖のてっぺん。バスで行くからね、10番道路のバス停においでよ。博士、お先にどうぞ。マラサダショップに寄るのが俺なりの島巡りなの。なるほど、わかった。じゃあムーン、バス停で待ってるぜ。ムーン、知ってる？何を？ホクラニ崖には天文台があるんだよ。俺、天文台が何なのかちっともわかってないけど。じゃあねー。おう。いい子だよな、ほんと。よっしゃ。マリエシーってどこか浄土地方を思い出すんだろと。確かに、うん、異国情緒な感じ。浄土から来た人たちが作ったって。あ、そうなんだ。へえ、これは嬉しい。あれ、何も買えないのかな。まあいいか。じゃあちょっと外に出るかな。じゃあ次回は試練会になりそうですね。よいしょ、マリエシティ。あ、リリーちゃん。マーさん、よろしいでしょうか。いやー、星ごもちゃん、どうしたの。はい、この子を遺跡に連れて行きたくて。ただ裏裏の遺跡は砂漠の奥にあって無理は言えないのです。今行こうとしているのはマリエ図書館なのです。読みたい本がありまして一緒に探してほしいのです。マリエ図書館ですけど、マリエの街中にありますから、私にもたどり着けるはずです。ピュー。おー、じゃあちょっと図書館に寄り道することになりそうで。あ、いえいえ、あ、いえいえ、よし。いや、図書館にね、あー、ちょっとまたイベントだ。イベント、なんだなんだ。博士、あ、これは大木戸博士の。おー、ロトム、図鑑の中は居心地いいかい。いいロトよ。
やあやあ、はじめまして。私はナリア・オンキド、リージョン4も調べておるポケモン研究家です。君がムーンだね、クカイ君から聞いておるよ。ロトも島巡りのサポートをよろしくな。もちろんだよ。ああ、まあロトも頼みますぞ。カロスの発明少年も生みの親の一人として気にかけておるらしい。あ、おるからな。ああ、カロスのって彼じゃないの？あの、ちょっと待って。あ、マリア図書館。はい、図書館には地面の黒い丸、黒い三角、黒い四角を順にたどると到着できますぞ。あ、カロスの彼ってあれか、あのなんだっけ、あー、出てこない、あのジムリーダーのね、電気タイプの。もうそう、アニメにも出てきたじゃん。ね、字幕に書いとこう。あー、そうなんだ、それ嬉しいね。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。じゃあ次回はですね、ちょっとこのマリエシティ探索しつつの、図書館に行ってからのバスに乗って試練に立ち向かいみたいな、まあ、試練まではいけないかな、もしかしたら。まあいいや。はい、じゃあ頑張ろうと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。